あクビトモミは、日本の歌手、経営者、タレント、プロデューサー、ボイストレーナー。本名、二宮ともみ、別名、ゆうともみ。株式会社、MZD ミュージックエンターテインメント所属。芸名の名付け親は、バブルガムブラザーズのブロウ、トム。歌手として、芸能界デビューを果たして以後、そのけうなキャラクターが、世間の目に留まり、活動の幅を広げる。 各種レギュラー番組への出演、番組司会、リポーター、ラジオ DJ をもこなす軽快なトークから、ドラマや舞台、ミュージカル、CM 出演などの演技に至るまで、芸能におけるマルチな才能を発揮。近似では、自身の経験を生かし、新開拓、新教育プロディースなど、更新の指導育成、法務省管轄施設からの依頼による、改善指導の講和講演といった、 社会貢献活動などを、YouTube、名義で行っている。この芸名は、集団行動総指揮官、清原信彦氏により、海外でも通用する、名前言う、ともみ、の響きをもとに名付けられた。金字は、本名の二宮ともみの名で、タレントやアーティストのプロデュースにも力を注ぎ、才能を遺憾なく発揮。あくびともみが、メインボーカルを務めるグループ。 ファーストシングル健残。山と女組は、松本和樹が作詞を務め、作曲を、菅義偉で、編曲を、小坂大魔王が手掛ける。2021年10月10日、MZD ミュージックレコードから発売された、浮世、つれづれ女前2021へドロック令和バージョン、が、全音楽サイトアプリで、世界185カ国に配信された。ありがとうございます。